シャーペンニュース91、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ短く丁寧にまとめていくところでございます。なんか熱中症には海藻類とかバナナがいいみたいですね。って言えてツイッターで呼ばれました。まず僕のヒーローアカデミアコラボ第2弾開催決定というわけで、まあ今回のニュースはほぼこれでしたね。この濃度がすごかった。で最近やった予告状関連は全てこれのためでしたね。結構意外だった、本当。詳細見ていきましょう。まず、第2弾ガチャキャラクターの性能。霧島英二郎。貴属性反射パワー型。まず、浴び太陽が主要の呪力太陽に、太陽だけでなく火力につながっている殴り火力ですね。超アンチウィンドと、まあ、友情コンボも強くなる魔法陣ブースト。まあ、このトリプルアンチアビリティに、ダッシュでさらに火力を強化していて、全属性耐性で周りも固めてますね。で、SS はなんかターン数特殊っていう19プラス4ですけども、まあ、それの自身ブーストですね。一定期間攻撃ボディアップ。まあ、倍率とかターン数よりますけども、まあ、この間はかなり攻守が優秀となります。で、友情コンボはパワー型で減衰している超強拡大貫通力を衝撃波と SS 短縮弾っていう、なんかま、強いとまでいかないですけども、一応魔法陣ブーストがあったら、トントンまで行きますし、まあ、それこそ SS の倍率によっちゃ、結構これで仕事もできるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただまた現状明確な仕事、ここで強そうってのは見当たらないですけども、その原作で言うとなんか、防御が強かったと思うんで、まあ、見た目からそうですけどね。結構ガチガチキャラになるかと思いきや、意外とだったんで、その SS とかやっぱ気になりますね。で、あとこの後のキャラ全員言えるんで、ここでも言っときますけども、みんな SS 次第です。ほんとわからないんで、まあ、すべて現段階話と思ってください。次が、八百万雲も、貴属性貫通バランス型。まあ、貫通ですけども、三日月の進化と浴び太陽一致しますね。重力ブロック、減速壁太陽。で、さらには状態上回復っていう、まあ、貫通で回復もしやすいですし、仕事も作りやすいなと思いましたね。で、12ターンからの自強化と移動しながらの追撃 SS ですね。まあ、やっぱ僕の印象としてはやっぱ土方沖田のやつ、あのなんかボムスロー的な感じでやるんじゃないですか。で、ウォールボムは火力に加えて誘発のサポートできて、加速は純粋な時間だけサポートなんで、結構ま、補助寄りの友情コンボですね。まあ、とりあえず仕事としてはなんかウィンドないんですけども、伊達政宗の使用感気になりますね。ちょっと僕ウィンドなしの伊達政宗やったことないんで、どんな感じかわからないですけども。一体ぐらいギリいけるかなっていう。で、まあ、浴び太陽の多さとか、味方をサポートする状態上回復とか、友情コンボとかで、まあ、組み合わせによっちゃ起用する場面があるかなと思いましたね。で、第2弾最後が、常闇踏みかけ、闇属性、貫通スピード型。第2弾と同太陽かつ地雷が拾えるようになってる感じで、まあ、そのまたトリプルアンチアビリティに最近増えている。で、しかも地味に役立っている超デザストですね。レーザーを食らうと回復できるっていう。で、SS は自強化と近くで追撃ですね。まあ、多分これはメリオダス的な感じで追撃し続けそうですけど、動いてる間に。まあ、普通8ターンなんで、シンプルに強そうっていう。で、友情コンボの面はアビリティの強化入ってないですけども、結構他のキャラクター持ってて、割と仕事してるなって印象がある2つですね。まあ、なんでまあ今のところどこを見ても下げる部分がないというか、まあ、基本的に全部そこそこありますし、あとは超線形仕様の恩恵、スピード型なんで、その恩恵も高い。で、仕事としても一応クーラーがあったりするんで、現段階だと2段の中で一番強さが分かりやすいんじゃないかなと思いますね。まあ、星4号キャラクター、水属性、圧水、水、光属性、雷、電気。続きまして、第1弾ガチャキャラクターが重心化、海。で、まず、緑は伊豆く海。まあ、変更点は魔法陣とレーザーストップをもらいまして、スワビに。で、そして火力の要となっていた超ワンチューアップカウンターキラーがコネクトスキルに移動した。で、発動条件結構厳しくてですね、自身と戦況異なるキャラクターが3体というもので、まあ、パワー型1体編成もあるですね。もちろんデクは1体までですし、コネクトスキル発動に関しては。で、あとパワー型と超パワー型一緒なんで、結構縛られてるんですよね。で、スキルも両方とも結構重要なんで発動したいってなると結構難しいとこじゃないかなと思いますね。で、やっぱデクと言ったら SS 大注目だったんですけども、100% になりましたね。で、結構ほとんどの人が思うのは、まあ、これ以上何強くするんだっていうことですよ。すでに強いんで、現環境1年ぐらい経ってますけども、まあ、一応 100% に注目です。で、友情コンボ変更ないんで、役割はほぼ変わんないですね。ただやっぱコネクトスキルで一体縛りっていうのが相当厳しいんで、やっぱりそれに見合った何かがあるんじゃないかなとは勘ぐってしまいますね。一体ですよ。まあ、一体でこと足りるってことだと思うんで、ちょっとこれは逆に気になる。まあ、次が爆豪活機械。まあ、こちら変更点は減速壁対応が追加、SS ターンチャージがゲージに追加、で、コネクトスキルに正規式キラーですね。まあ、結構アビアもらってる方。で、コネクトスキルに魔法陣対応が移動して発動条件はオア方式ですね。どっちかでいいやつなんですけども。まあ、発動のしやすさは結構状況によりそうですね。で、SS も結構大幅に変更されまして、自強化、弱点効果アップ、で、停止後に弱った敵に追撃っていう盛りだくさんになりましたね。結構爆豪は SS が弱点というか、ここ微妙かなと思ってたんで、この変更嬉しいですね。ちょっとでも強くなってるってことは。まあ、という感じでかなり変わった点が多くてですね、いろいろ気になりますね。で、普通に浴び太陽4つですし、そこにまあ、まあ、正規心に対してキラー持っていて、SS ターンチャージの補助もあるんで、
まあ、かなり汎用面が優秀じゃないかなと思ってますね。で最後がトドロチ長とカイ。とりあえずよく使用のダメを対応もらったなっていう、まあ、スラビ超アンチダメージウォール。でコネクトに移動したマイス M の発動条件は結構現環境のキャラクターだともう発動しやすそう、大抵出そうな、まあ、合計 HP95000 以上か反射2体以上編成、まあ、これも結構クエストによっちゃ出ますし、で SS もなんか変わってるらしく、12ターンからの自強化と追撃に結構追撃部分が強化されてるらしくて3段階らしいんですよ。氷出して火出して爆発ドカン、範囲でかくて友情も誘発できるらしいんで、まあ、結構この追撃も期待していいんじゃないかなと思います。まあ、使用対応もらったりコネクトスキルの発動しやすさとか SS の強化だったりで、なんか今回の改善で今のところ一番使いやすいんじゃないかなと思ってますね。まあ、という感じで星6はこの計6体ですね。でガチャに関しては9月2日12時から始まりまして、1段と2段のピックアップガチャですね。まあ、1段キャラが出やすい方と2段キャラが出やすい方、これ出やすいだけなんで両方とも対象には入ってます。で時間が経つと2段の方は4日の12時から1体ずつのピックアップですね。まあ、霧島出やすいよみたいな、それが日替わりで開催されまして、で1段に関してはこれなんかコラボ終了もやってるらしいです。1段ピックアップは、まあ、結構珍しい気がする。で今回は EX おまけありますよというだけで、まあ鬼滅の刃でありましたけども、まあ、10連を引くと9種類のグッチョウのうち1個どれかランダムで入手できます。まあ、90連引けば全部もらえますね。でガチャここまででして、ここからは第2弾降臨キャラクター、究極クエスト、火属性オーバーホール、光属性ジェントル&ラブラバー、闇属性ノームで、極みクエスト水属性ラッパ剣道、火属性クロノスタシス、今回の超級クエストはオーバーホールとなっております。まあ、さっき究極に言いましたけども、究極のオーバーホールをクリアすると超級に挑戦可能で、この超級をクリアするとオーバーホールと進化が解放されます。そして UA コイン、まあ、第一弾コラボと一緒でオラコイン形式のイベント開催ですね。これは誰でも簡単に周回することができるようにも関わらず、まあ、いろんな運極を複数作れたり、アイテムがもらえたりとか、メダルが集めやすかったりっていう、ほんといいことづくめのイベントですね。よくやってくれた。で、今回の引き換え限定キャラクターはビッグ3ですね。遠かったメリオ、波動、ネジで、甘じき、玉木。で、第一の引き換えだったオールマイトとイレーザーヘッドも復刻して、引き換えることができます。で、引き換えアイテム一部こんな感じで、まあ、線形とか、ベルとか、レアなやつありますし、で、日替わりアイテムなんですけど、結構今回この重要なやつ多くて、特に線形の書とかありますから、マジで14日にはアラームかけたいぐらいですね。で、バトルチャレンジっていうなんかオラコイン形式初の試みがありまして、まずなんかチャレンジが10種類あって、クエスト開始されるときに4つ選べる、そっからランダムに。まあそこそこ簡単じゃないですかね。そういうのが複数あって、まあその達成数に応じて UA コインの獲得数が 1.1 倍から 1.5 倍になるよっていうものですね。だからビスケット使って4つ全部クリアしたらもう、ウハウハですよ。ただこれはほんとクエスト内容よりますね。これ 1.5 倍狙った方がいいのか、高速周回した方がいいのかっていう。まあ、ナナさん多分高速周回してる間にこれも勝手にクリアする可能性はあるんで。で、限定グッジョブでこの特定の条件右側ありますけども、これ達成すると、それぞれ入手できます。エンデは、特定の条件ですね、右に書いてありますけども、まあ、コラボクエストクリア、コラボクエストマルチでクリア、コラボキャラ編成してクリアっていう3つありますけども、まあ、それぞれ達成すると箱が1つ増えて、まあ、コラボクエストをコラボキャラ編成してマルチでクリアしたら、3つの箱からエンデバーがこうやってドロップしまして、たまに2体以上持ちますよっていう。コラボクエスト周回してたら勝手に終わります。で、追憶の証拠に第一弾公認キャラクターが復刻でして、まあ、全員復刻して、いつも通り超級復刻しないですね。やっぱり超級はその、特別感があるのか。はい、という感じで、まあ、やれることやってるなと思いましたね。盛りだくさんでした。なんか今のところ思ったのは、ガチャキャラクターの性能が未知数なんで、詳細期待したいですね。楽しんでいきましょう。9月2日12時からです。続きまして、ポセイドン獣神化。コラボ詳細が発表された後にさらっと発表されたやつですね。その1。進化をベースとしたやつに神化の神キラが合体しましたね。で、SS の短縮は味方サポートの SS チャージ M に変化しましたね。で、8ターンの反射変化 SS 状況によって使い分けできますし、まあ、結構減速率が優秀そうだなと思ってる。なんか他でキャラクターいた気がしますけども、強かったと思うんで。で、友情コンボはキラー M が乗るオールネンジバレット超極レスウェーブと。まあ、神に対してはもちろん強い。いや、21極どうなのかなっていう。まあ、反射慣れますし、まあ、結構友情コンボで反撃も発動しやすいんで、ちょっと強そう。で、まあ、あとは他のクエストキラー M を活かしたり、SS ターンチャージ M でサポートしたりって感じで、悪くないじゃないかなと思いますね。獣神化、おめでとうございます。で、新調絶増上点。初降臨が9月4日金曜日19時から21時。いや、ペースが異様に早いね、超絶。玉郎さんが匂うなと思ってますね。次回のモンストの日は8月30日。ラック引き換えがスタミナミン5個、オーブ5個、ミラクルミン1個、ラキモン3種類所持でミラクルミン2個。で、降臨するのは0時から2時にカタストロフィー、12時から14時にアダマンタイト、22時から23時59分にアンチテーゼ。で、超級勢は16時から18時にアマテラス、7時から9時に伊達政宗、21時から23時にイシス、14時から16時に芝となっております。まあ、そろそろ終わるのは夏休み降臨と、あの、クッキーさんとかはじめ社長さんの降臨なんで、この辺終わってないよって方はね、こちらも中心に回っていくと、
いんじゃないかなと思います。来週のラッキーモンスター、マンティコはブルーロブスター、イダテン、アズチ、ピタゴラス、クイーンスプラティア。やっぱヒロアカコラボが来週から始まるんで、スタートダッシュを切りたいという方は作っておくことをお勧めします。よかったらコメント欄か皆さんの気になった情報とかありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あとついでチャンネル登録もしていただけるとこんな感じで毎日もそう動画投稿してるのでよかったら登録していただけるとこれから頑張っていくんでどうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよならアカデミア。